実森物語です。これはね、あの原作は能っていうわけではないんだけど、能に実森っていうのがあるんですね。でこれを、実森物語、はい、はい、源平布引きの滝、はい、そうです。これが原作で、でこの源平の合戦の時代中でも平家がまだ全盛の頃です。いいですか。義経なんか活躍の前の時代ですね。でその時にこの実森物語の前に木曽の義方っていう人が死ぬ場面、義方最後っていうのがあって、舞台の上階段があって、そこにバタッ仁左衛門さんとかね、愛之助さんとかね、芝さんとかね、どうやってあんなことできるのっていう、もうすごい壮絶な矢に体中矢で刺されたまま、このまま、あ、怖くてできませんけどね、倒れる、こういう仏倒れ、こういう演技で義方最後と芝居があるんだけど、その時に奥さんの葵御前妊娠してるんです。まだお腹が大きい。その人を連れて逃げていった後の物語です。で逃げていく人がこの黒助というおじいさん、実森物語この人と、それから小満という娘、それから太郎吉くん、これおんぶしてるんですよ。この3人が葵御前を助けて、この人を助けてお腹に赤ちゃんがいる、自分の家に連れてきた、ここから始まるんです。だから前の物語はこの人は亡くなっていて、お腹にこの人の種を宿している、まだ生まれてません。それをこの家でかくまっています。どんな家でかくまっているかっていう物語ですが、まずは今度は代表の方の挨拶を見てください。こんな人がやって、実森役で白煙坂壁保存会会長の細谷和彦さんはインタビューの中で、この実森物語が好きな芸大の一つだとおっしゃっていました。ベテランの役者の演技はもちろん、小学生や中学生の大人顔負けの心のこもった演技も素敵で感動します。どうぞ最後までお楽しみください。この人すごい人なの。論文書いて一等賞取ったんです。白雲座のねことについてリポート書いた。こういうお子さんがいてちゃんと挨拶してるんですね。で、あの芝居もやったことがある。頼もしいですよね、やっぱりね。でも白雲座そのものは130年という歴史を重ねていて、そのちょうど130年の記念の公演でもあったんで、そういうことを一生懸命調べたんでしょうね。これはこうふるさとの文化をね、あの学校教育の中で自分が率先して勉強して、そして論文書いて一等賞を取るなんてすごいことだなと思う。こういうお子さんがいる白雲座です。白雲座、私もあの芝居は見たことないんだけど、見学したけど、すごくいい劇場で、周り舞台はそのコマの形式になってますよね。あの芝居小屋も危機を迎えた時、昭和40年代あったんだそうですが、やっぱりこの自歌舞伎、自芝居ブームっていう中で、いい小屋だからっていうことで皆さんも注目して、この白雲座、サビの皆さんも白雲座でやったことあるということを聞きましたけど、こういう団体です。さあ、そして実森物語、幕が開くと、どうぞ。こんな感じで、これが琵琶湖です。琵琶湖のほとりにある一軒家で、ここの家に歴史物語が入り込んでるんです。なんでお侍なんか一人もいないですよ。だけどもここに源平とか侍とか武家って、普通のこれ漁師の家だと思ってる。おばあさんが甥っ子と話し、この甥っ子はちょっと悪人なんですけども、こういう家で話してるんですが、真ん中こういう時に皆さんいろんなことをね見ておくと、歌舞伎って無駄なものが何にもないんです。木戸があって、草むらがあって、そして琵琶湖が見える。琵琶湖から物語、この物語が広がってくるんですね。そしておばあさんが手になんかこう持ってる、これね、これ生活用具なんですよ。わたくり馬っていうんです。せーの、うん、だからこういう布ですけども、まあ、あのこの綿から糸を引いてくる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 回してる糸車的なものだと思ってもいいですし、綿布をこうやってくるくる回、この場合にこれは綿布になってますけども、使うんです。こういう小道具も実は後で使うんですね。あそこに立てかけてるほうきがあるでしょ。あのほうきはこの甥っ子を追い出すために使ったりするんです。はい、次です。で、この家に不思議な格好の人が出てくるでしょ。で この人が女中さんじゃないんですよ。女中さんみたいですけどね、あの頭に手ぬぐい、これ大歌舞伎にはない演出で、面白いなと、なんでこんな手ぬぐい巻いてるんだろうと思ったんですが、答えは後で分かります。大歌舞伎はこんな
ことをやってません。普通 の, あの村の女性の、まあでもとても色が白くて綺麗な人、この人が葵御前です。かくまわれてるんです。でも平家からあの見つかって、この人がこれから危機に遭うということですね。でこれ黒助の女房の小吉さん、これはおっかさん、この太郎吉のおばあさんですね、こういう家、家族関係だけ見ておいてください。でこの人も後に変身します。次です。で、真ん中が太郎吉くんです。で黒助さんと小吉さんのおばあさん、おじいさんに挟まれている孫だと思ってください。この子がまたよくやるんですよ、まあ、おじいさんおばあさんもとてもうまい。このファミリーがなんかすごくいいんですけどね。で今目の前にある白いもの、これを歌舞伎ではカイナっていう、腕のことです。相撲でカイナっていうでしょ。でもカイナのなんか2本 V になってますけど、あれは白い布を持ってる。でこの指が離れないんです。これは琵琶湖で漁をしてたらこれが浮いてたんで、でこの子が拾ってきたんですね。で手を開かせようとどうしても開かない。ところがこの子が指開くと開いたんです。で出てきたのが白い旗、源氏の白旗なんです。何なんだこれ、源氏の白旗。でも思い当たることがあるんです。さっき言いましたね、義方最後の時に葵御前、この人は死ぬ、そういう中にこの人が源氏の旗を託すんです。誰に託すかって言ったら、黒助と小満と太郎吉がこの場にいたんで、この小満というね娘に託した。でその旗が行方不明になって、それを拾っちゃった。で子供がやったら手が開いた。なんでだ、小満さん今行方不明で帰ってないんです。こういうところから物語が展開し、これがまあ立派な衣装でしょう。衣装だけじゃ、二人の顔見てください。本物の俳優みたいです。めちゃくちゃこの二人うまいんです。もうね、私ね、自芝居見るのはもちろんうまいとか下手とかってそういう言い方ないんだけど、でもうまい人はやっぱりかっこいいんですよ、二人とも。皆さんどちらが悪人見るからに分かるでしょ、ね、でどっちがいい方、見るからに分かるんだけど、もちろんもう A キャップはうまい、演技がうまい、声もいい、この2人がいいんですね。だから芝居はものすごく締まるし、当然さっきの義太夫の2人がうまいもんだから、この物語はどんどん展開しますけれども、これが2人がいいですか、平家から使わされた裁判官だと思ってください。この家には源氏のね血を引く木曽の戦場義方の女房が妊娠しているはずだと。で清盛の命令で捕まえてこい、あるいはお腹の中にいる子供が男だったら殺さなきゃいけない、女の子だったら今でいいんだけど、でまだ生まれてないんだったら腹裂いて中を見ろという命令を受けてきた。ところが左側の斎藤実盛っていうのは、この人は平家の武将なんだけど源氏に心を寄せているんですね。だから何とかしてこの危機を、つまり出産までは守ってやりたいという、こういう善悪がはっきり見えるところです。さあ出産シーンです。出産しました、赤ちゃんです。どんな赤ちゃんか、男だったら殺されるから見せないようにしてる。で男でも女だって言いくるめようと思ってる、こっちは。そして開けます。なんと赤ちゃんじゃなくてカイナです。さっきのカイナです。この人は知らないから何だ考えてるんです。何なんだろう、びっくりしました。おいおでんをくれもんだと、あのこれ、こんなの女ありえないですよ ね。でもこれはもちろん斎藤実盛は何か仕組んだなってことはわかるし、ちょっとこの腕に心当たりが斎藤実盛はある。ところが瀬能が目の前であるわけないじゃないかって言ってるのを、斎藤実盛はいいえ、こういうことってあるんですよっていう、ここが実は聞きどころ聞かせどころですが、今日はお見せしません。私の言うことをきちっと覚えとけば楽しめます。いいですか、いいえこういうことはよくあることなんですよっていう。実盛は中国で、ね、熱がすごく出てる女性がいて、これはあの王女です。で暑いんで体の熱を取るために鉄の柱にいつも抱きついてた。いい、鉄の柱冷たくて気持ちいいでしょ。しょっちゅう熱がある女性、王女様なんでやってたら、
妊娠した時に生まれたのが鉄の丸ガセ、鉄を産んだっていうわけで、この鉄は王女のお腹にから生まれてきたんですよ。皆さん便秘じゃないんだから、いい？便秘じゃない、出産です。で鉄を常に抱いていたから鉄の心がここに入って生まれたし、これは霊なんていうの、神様の力で生んだものだっていうんで、この鉄を刀鍛冶に持ってって打たせ、これが観賞爆山剣という名剣なんです、ね、皆さんこう私の話を聞いてから見ると、あ、これがそうなのって分かる。話だけで観賞爆山剣って出てくるから、合点もう押しつけがましい講師ですから練習しましょう。観賞爆山剣、はい、そうです。観賞はね、干すっていう字に大将の将ですね。爆山はあの山水の砂漠の僕の山水がなくて、山はこの漢字のことで、観賞爆山剣って、これはもう中国の伝説なの、名剣なんです。名剣らしいじゃありません。ダメだ、全然受けてくれない、ここ次で。これも日本でもこういう例があるっていう、あ、中国であるんだから、で多分この今産んだね葵御前はね、この人しょっちゅうね、あの針治療に通っていたっていうんです。この人が言い逃れで、あの実盛がね、で針治療に行ってたから、針治療の人の手を借りたから手をはらんだんだって、手をはらんだ、いい？だからこのうまいの言い方が、手をはらんだんで、こんな珍しいことが起きたから、この土地を手はらみ村と言おうっていう。ある？今あるんです、滋賀県に手はらみ村っていうのが。嘘だと思うでしょう。手はら町っていうのがあるんですよ。それでそこに名物が今も売ってます、手はらみまんじゅうっていうの。本当なんだよ。あの今川焼きとか知ってる？太鼓焼き、あんな感じ、熱々の中にあんこ入ってる、こういう小判型ので、しょっちゅう売ってないの、特別な日にだけ作る手はらみまんじゅう、せーの。だからこう手はらみ村があるってことを前提にこのもので作られてる。面白いね、手はらみ伝説ってあって、お腹から手が出たんだってこの人言い抜ける、おかしいなと言いながら、この人は一応納得した形で帰っていく。ここが見どころ。これが大歌舞伎にはない演出。怪しいなと思って出ていく。納得できない。だこのままじゃ済まさないぞと思ってる。そこで誰かを呼びます。さっきの悪者の追い声です。で耳にささやく。大きい声出すな。黒助の甥っ子です。ここはもう大歌舞伎でもやるところです。これ以後この後私見たことないです。ねえ、あれ気になるでしょ、白いの、あれも意味があるの。ああいうのに目をつけておくと、なんだろうと、みんな見てると楽しい。帰ったふりをして草むらに隠れるんです、これから。雲の下ね、こんな演出見たことない。そしてさっき太郎冠者が片桐を外しましたよね。それと同じようにこんな演出を見たことない。片桐を外して顔を隠すね、蜘蛛の巣で顔を隠し、これじゃ隠れない、捨ててこれで隠す。こんなのはね、ここの白雲座ならではですね。皆さんにとっては当たり前でしょうけど、私にとってはもう驚嘆の演出ですよ。そういうのをね、つまんないんじゃなくて、へえ、大歌舞伎では決してこういうのやらないね。だけど残してるってことに直歌舞伎の良さがある。だそれだから、いろんな芝居を私見歩いて発見するのが楽しみだから、偉そうに威張って言えるわけ。合点？はい、じゃあ次行こう。そうして、はい、見て見て、さっきのあの手縫いかぶってるんですよ、こんな姿になるわけですよ、葵御前が。ね、なんで手縫いかぶってるのかって分かったの、理由。これ、もう直歌舞伎ならでは。あのカツラだったんですよ。カツラ高いから、二つ作れないわけ。
だから経費節約のために被ってたんだよ、ね、と私は考えるの。白雲座の人違うと思ったら手を挙げて。手ぬぐい被ってる理由分かんないもんね。普通手ぬぐいって掃除するだけでしょ。あれ外さなかったのは多分あの頭はまだったと思うんですよ。で、あの前の普通の町のおかみさん風の髪だとお金かかるの、カツラって高いからね。だけど衣装は超豪華でしょ。青い御前様、まだ妊娠してるんでお腹大きい。でそこで私は実は源氏に心寄せています、無事のご出産をお祈りしますって言います。実盛物語っていうのは何っていうとね、物語っていうのがある。実は私はこういうことを最前経験しましたっていうことを一人で喋るんだけれども議題は語ってる。皆さんここもきちっと議題を聞いて、この人うまいんだこの人がまた動きを見ないと。だからその物語っていうのがここに書いてあるぐらい一番の眼目なところです。はい、じゃあ説明しますからね、ほんのちょっとだけ。これはね、満幕の紐を引っ張ってるんです。三元街っていうね、船の貝に結びつけるんです。それを海に琵琶湖に投げ出したの。女この貝に捕まれ、友人つまりこの琵琶湖に住んでる神様、この女の命を助けてると、泳いでる女に投げて切り上げ、今助け乗せたところ、みんなに周り言ってる。ここで何おまって言ったの。かっこいいね。もうね、義太夫の三味線のってかっこいいんだけど、この物語が分からないつまらない。つい最前まで琵琶湖に平家の武将と一緒に船に乗っていた。そしたら海から泳いでくる、湖を泳いで逃げてる女がいると。でも溺れそうだから満幕の紐から貝に結んで、それを投げてすくい上げて乗せたんだと。やったと思ってくださいねってこっちにいる人に言ってる、こっちに難しい言ってる物語なんです。いいですね。そしてその後この女が手に掴んでたのが白旗です。あ、これ源氏の白旗だ、平家のみんなに捕らえたら大変だってんで、船の中でこの女の手を切り落とした。わかる？さっきの腕なんです。それが湖底に沈んでいって、女はその場で死んでしまったって話をする。その時に出たのがコーマーンという名前。すべてこの家の悲劇をこの人が語るという物語で、物語なんですね。もうね、この実盛物語、次々にいろいろと起きると面白いです。なるほど、コマンが犠牲になったんだ。するとこの子が恨むんです。お母さん殺したなって。ようかか様を、はい、ありがとうございます。いいよね、とってもこの子はね、活躍をします。こうやって斎藤実盛をお母さん殺した人として恨むというこのポイント、いい、この子がこの後大切なキーパーソンになります。そして、そこに死骸が運ばれてきます。死骸が運ばれてきて死んでるんです。お母さん、高校生のお母さん死んでます。いい、ところが一瞬生き返るんです。どうやるか、そこにある腕がまだあったかいんです。切られて何時間も魂が残ってるから、白旗掴んでるでしょ、それをつなぐんです。つなぐとほんの短い間息吹き返して、この子の顔を見て死んでいくんです。すごいシーンで、村人、この村人たちが死体を運んでくるんだけど、この人たち高校生って聞いたらね、高校生じゃなくて社会人、この3人ほんのちょっと出てくるだけなんだけど、やっぱり芝居の街、ね、白雲座の人たちうまいんで、ちょっと見ましょう。コマンが死んでたよって言って死体運んできて、もう帰るところです。高校生しか見えませんよね。調べてみたら体内が一方ないが、あとは何のところである。
3人それぞれ役があるんです。この後がいかにも自家族です。聞いててください。少子と言って帰ってくるのは大歌舞伎と一緒です。早く見る、これ入れ事って言うんだけど、いかにも地芝居、地歌舞伎ですよね。ギャルの白雲座だから、で、ほんのちょっとの役だけどものすごい拍手になる。これを大好き。こういうご当地ものを入れてくっていうの大賛成だし、ご当地の人が分かんないことを言って我々よそ者がなんで笑ってるんだろうって、こういうのやった方がね、私は大好きですね。そして今死体を運んできて、その死体がほんの一瞬、はい、次の写真かな、これです。これは白旗持ったままだからね、息を吹き返す。で、子供に遺言言いたそうにしながら死んでしまう。お歯黒までちゃんと塗ってね、この死体の役のためだけにね。でもいい役です。これ高校生のね、活躍し、で、親子の別れを見せます。はい、そして次です。やったでございます。おろしあってくださいます。これは小満が言いたかったのはこういうことだろう。刀を持ってきます。見積もりと、ここに見積もりって書いてある。平家のものだって書いてある。これは小満というのは実は私たちの娘じゃないんです。拾ったんです。拾い子だったんです。その時に横にこの刀が置いてあって見積もりと書いてあった。で、平家のゆかりのものだって書いてあった。だからそのことを私の本当のお父さんに会いたいって言って死んでいったんじゃないか。うちの息子の、つまりこの子は平家の血を引いてるってことを言う。すごいな、この物語面白いんですよ。だからこの子はしっかりしてるのはそういうね、武家の血が入ってる。それが、そのおじいさんのこれ形見ってことですね、という物語が。さあ、これがいよいよ出産シーン。これが源氏の白旗、笹林道に2匹白旗、もちろんスミレ黒でありますけれども、これくるくる巻いたのはこれですね。これにお祈りして無事出産、源氏の白旗ですから無事ご出産しますようにと言って、さあ次のシーンで、あのこの金橋の命令を取って見積もりと改め、生まれやりしは反撃のこれがすなわち刀で、これはさっき言った平家ゆかりの刀、これが太郎吉のものです。太郎吉にこれを渡すんです。なぜ、今出産したばっかり、その若君は駒若丸と名付けられます。いいですか。先ほど亡くなった木曽の戦場義方の息子です。で、これの家来になれと。家来になれるでしょ、武士だから。そしてここに見積もりって書いてあるから、お前はこれから見積もりと名乗れ。太郎吉じゃなくてね、これいかにも村の子供なの。見積もりと名乗ってこの人の家来になりなさい。皆さん、この人誰だかわかる？これは木曽の義仲なんですよ。駒若丸って、お父さん昔駒若丸、なんで駒って言うと木曽駒でしょね。だから山の中のこの人が木曽義仲、つまり木曽義仲誕生地の皆さんを目撃するわけです。その時に家来となるのが、これが見積もりという家来です。いいですね。それをこの人が名付けるんで、太郎吉出世の場面だと思ってください。はい。ところが一つ難点がある。奥方に言われるんです。この子は源氏じゃなくて平家の血を引いてるから、何か手柄を立てなければ家来にするわけにいかないって言うんですよ。だから大きくなってなんかね、手柄を立てたらその時正式にしてやるってなことを言う。こういうことを全部聞いてる人がいる。誰？はい、これ。また入ってくるときに面白いことやってます。これ、はい、今度蹴飛ばすんです、死んでる。はい、これもやらない、普通こんなことやらない。わかります？今門から入るときこんなことやって、入ってからこんなことやって、大歌舞伎で絶対あれのことこれやる。面白い演出ですね。なんでやるかは後になってわかるんだけど、こういうのを腹を割ってやっちゃいけない、そんなことな、面白い演出ですよ。
さっきのあのクモの巣と同じようにね、非常に細かくこの方演技してらっしゃる。うまいし、なるほどなぁと思ってみて分かるのは、この女を蹴飛ばす前にお祈りをしてましたよね。門入ってくる前に泣いてましたよね。なんで泣かなきゃいけない、なんで祈らなきゃいけない、この答えは全てこの後です。ここにほら、見てみてください。顔を見ました。顔を見てから刀で置いてお腹開けて、ありえない展開でしょ。極悪人なんだよ。それなのに子供の顔を見てから子供の刀を取って自分の中にこう入れるという、めちゃくちゃな物語でしょ。もう皆さんお答えは分かりましたよね。なぜ泣いていたのか、なぜお祈りをしたのか、蹴っ飛ばしたのは娘だったんです、ね、そしてその娘が赤ちゃんの時に自分の刀を置いて、この人が見積もりなんです、ね、これは孫なんです。でそれを聞いてたの外で、平家の血を引いてるから源氏の家来にできない、手柄を立てない、手柄を立てさせたわけ、自分でやって。これがおじいちゃんの気持ちなんですよ。悪人、いかにも悪人が善人に言ったらいけないけども、孫のために犠牲に、これすごい物語ですよ。皆さん寝てる暇ないの。もうこの物語は本当に面白くできているし、この子がまた活躍できなければ、でこれで結局手柄を達成させるどころじゃない、プレゼントする、これ自分の首切らせるんです。すごいでしょこのシーン。孫にわざと切らせる、こっちはもう侍ですから。そしてはい、それがこれです。すごいよね。これ全部皆さんあの小道具でね使うんだけど、これおじいちゃんの首、平然として、これ赤ちゃん生まれて、ほら赤ちゃん抱っこでしょ。はい、じゃああの赤ちゃんの名前は何だっけ。そうです、たった一人ご協力者が皆さん反応押さえ。じゃあ この駒赤丸は大きくなって何になるの。その吉中おいくつですか。この瞬発力、はい、80ちょい前。まあ素晴らしいね。皆さん返さないよ今日まあということがあって、これは手柄です。そしていいですか、さっき見積もりって名付けたでしょ。そしてこの子がさっきのこれに乗ってる、これに、これが綿栗馬。なぜ武将というのは馬に乗るんだっていう、ここでこの綿栗馬って、この場面もこの子が義太夫の三味線によってすごくいいこと言う、ね、実盛、俺はお前が殺した母親の息子だぞって言うんです、この子は、ね、であの今俺に敵を打たせろ、しっかりしてるの。実盛に向かって馬に乗ったままで言う、ここがとてもまたいい、しっかりしてけなげな子供なんですね。でそれを実盛は聞いているという場面でこれが使われる、こうやって活躍をするんですね。その時にいいですか、今この子のお母さんの形見は何でしたっけ。おじいちゃんの形見は刀でしょ、お母さんの形見は何。白旗はもちろんそうですが、握っていたこの腕ね、手でいい、だからいいかい、たるきし、まずやるべきことはお母さんのこの手を葬って塚を作りなさいっていう、ね、だから君の名前を手塚の太郎と名付けるっていう、分かる、手塚の太郎三つ森、これがこれなんです、分かる、駒若丸のこれ実在の人物だよ、手塚の太郎三つ森、つまりさっきの三つ森っていう刀の名前と、それから手を使う、で手のお墓を作りなさいっていう、手早見村とよく似てるでしょ、全部実際にいた人からこれ物語作られてる。皆さんも頭ごちゃごちゃになってきたでしょ、整理しましょうね。太郎吉は手塚の太郎という名前になりました。この村は手早見村になりました。すべて貝名が理由です。合体良いですね。はい、そして分かった、じゃあね、今戦ったってどうせ僕が勝ち譲ったら子供だからと思うだろう、お前が成人したら絶対戦おうってサネモリ言うわけ。いい？そしてその戦う場所は北国篠原っていう、これは加賀の国の篠原です。これから40年後篠原の合戦というのが行われて、実際に斎藤サネモリは手塚の太郎に殺されるんです。平家物語に書いてある、そのことを先取りした物語なの。すんごい面白いんですよ。で実際にサネモリは
いいですか、この篠原の戦で亡くなるんです。亡くなって首になって木曽義仲にその首を見せます。樋口の次郎兼光に見せるんですけども、その時にいいですか、この時代から40年経ってるんです、ね、そしたらこの おじいさんとおばあさんが、実盛様この子が成長してた時あなた相当81歳になりますよね、分かんなくなっちゃう、分かった、俺はこの40年経ってる頃にね、合戦する時にはね、ヘアダイしてくって本当だよね、って言うんです。髪を黒く染めて戦うから俺だって分かるだろうっていう、これが手塚の太郎がこの斎藤実盛を討ち取った時に、いいですか、その首を井戸で洗ったら真っ白になった、黒いのは墨で染めてたわけ。これをこれ平家物語が書いた、ここからこの物語が作られたわけ。逆算してそこに手原見村とか手塚の太郎を入れてったっていうの、すげくない、合点、そうという物語。そしてこの白雲座さんの最高の見せ場は最後なの、見せないもん見たい人、あ、3人だけ手挙げた人は後で50円ね最後見て、まあまあ旅行するな、こんな豪華な仕掛け大受け出てくるだけじゃないの、これをね、まず馬を持ってくることもすごいんだけども、これ最後とっておきっていうのは僕笑っちゃったの、馬の足見てなんかすごいいやらしくないこれ、ねえねえ、こんな2色の馬いる、ねえ、ね、生足みたいに、生足かね、でもいやいやストッキング履いてんだけど、履いてるからエロい、あ、いやいやこれカットだね、いやらしくて、だから茶色にすりゃいいんですよ、茶色にストッキングってあるのね、ない、カラーストッキングみたいなない、わかんないけど、あれは塗るとかね、これだからごめんなさい、すごく贅沢だけど笑える、これが農村の地歌舞伎だろっていうかね、でも本番の時はね、うん、全然気がつかなかった、この足は、あ、だからもう出てきて、だからビデオってのは残酷だってことなんです、特に意地悪な解説者がいるとねでも面白いでしょ、面白い人拍手、あー嬉しいな、ごめんなさい傷ついた人、でも馬の足っていうでしょよくね、でもこれはあのやっぱり茶色にすべきだ、これは提言解説者はね、気づかないぐらい面白かったっておっしゃるお客様いるけれども、あのやっぱりこれはあの大歌舞伎風にした方がいい、簡単なことだもんね、なんか茶色につければいい、でもほらこの子がこれ馬なんだ、これも馬ね、つまりこの2頭の馬、そしてこの子を上に乗せたり、こういういいところがあってかっこよく終わるのが実盛物語、ね、次から次にいろんなことがあるから見逃せないでしょね、最後まで楽しんでください、ありがとうございました